皆さんこんばんは、もちでございます。今回ですね、ドレードインというところに来ております。今回同行するのはあやかです。はい、あやかと一緒にね行きたいと思います。こっちにね小部屋があるんですよ。ちょっとねチラッと下見して来たんですけど、ここ昼はすごいいいところだと思います。絶対な、うん、なんか電気のあれが回路板みたいな、分娩室と受付とか、え、これナスコルみたいな、すげえ、梅、桃、桜、受付、何これすげえ、うん、しなかった、いける、うん、持ってきます。こっちにもね、ちょっと部屋があるんですよ。ちょっとここはライトを消していきます。だいぶ暗い真っ暗に出た。ちょっとね、民家がすぐそばにあるんでピントが合わない。ちょっと民家がねすぐそばにあるんで、あんまり声も張れなくて。これ手術台手術台かな、ちょっとわからん。ストーブこれすごいよな。見たことない、こんな間近で。うん、これ何なのな、ここでお湯沸かすみたいな、わからない。あ、ぽいな。そう、ぽいよな。あ、呼吸発見。5時53分。ちょっと待って。これエアコンちゃうかな。年代物や。年代物や。すごい。うん。中に薬品が入ってるな、まだ。うん、なんなんやろこれ。パルタンって書いてる。うん、ヒーター完成。ここめっちゃあるよな。うん、多いな。うん、入ってるし。入ってるし、全部入ってる。テルモ血液バッグ。よし、じゃあ次に行きましょう。はい、あ、ちょっと消します。暗。真っ暗。なんも見えない。こっちにも部屋があって。ここはちょっと、あ、テレビ、テレビがあります。アンテナ付き。ほんまや、アンテナがあるで。アンテナ、うん、アンテナがあった。見てみ、アンテナあるから。ほんまや、うん、古いアンテナ。電気もあんないねんな。なあ、昔の電気すげえな。もう見たことないもんばっかり。ほんまに。で、年代物の本とかな。まあ、キラーっとちょっと、おぉ、うん、びっくりした。よし、ここはなんなんや。おぉ、ごめん、うん、アイフがランタンを持ってくれてるからだいぶ安心感。安心、お守りや。お守りや、ほんまに。こっちは物置かなんかかな。うん、じゃあちょっと奥に行きたいと思うな。緊張る。これポストやな。あ、かわいい。かわいらしいね。ポスト。よいしょ。これ靴箱やろうな、うん、当時の。すげえ。ああ。いいね。これ怖いよな。うん、おぎゃ献金に協力しましょう。うん、いい、赤ちゃんのあれかな。多分な。花めっちゃ綺麗な。すげえ。花めっちゃ綺麗な。何これ、ハエザラ、ハエザラ、わからん、何やろ、全然わからん。どしまんの靴がある。靴めっちゃ怖いな、あったら怖いな。靴不安なるわ、ほんま。これミシンやで、ミシン、年代物の。すごい、こんなん使ったん中学生以来やで、ほんま。レトロやな。うん、うん、めっちゃレトロ。じゃあこの部屋に部屋の名前書いてへん。曇る、びっくりした。今見つけた。びっくりした今。ピントが合わない。あ、なんかこういうの健康診断で、うん、見たことある。パーテーションな。うん、おう、見た、めっちゃ今ぐってなった。すごい。ここは何もないな。よし、じゃあ戻りましょう。
ここ夜は結構雰囲気あるな。怖いな。結構怖いな。綺麗やったらな、最高やったやろな。すごい。すごいな。芸術や。これ何なんやろな、個室かな。かな。え、なんかあるの？え、みたいななんか。何やろ、何て言えばいい。学園入ったの、なんか。新聞。そうそうそう。新聞。84年やって。昭和59年。10月16日。ペイト。ペイト何？畳やん。ベッドのあれが。思った。なあ。畳ですよ。畳ですごいな。ああ、すごいな。よいしょ。非常口。こっからの非常口。時のところがない。あやかバターン置いてこない。そうや、どうしよう、あそこに置いてこ、うん、ちょっとね、これ光が漏れるんでランタンがね、使えないんですよ、うん、ちょっと一旦ここで切って2階に行ってまた撮影再開します。なんだっけ、ストーブ、これも、うん、ではちょっと一旦中断します。はい、2階に上がってきました。ここからね、ライトつけていきたいと思います。そう、これをね、抜刀斎から聞いてアンドロイドみたいな何かがあると、で、ドロイドインみたいな、うん、すごいよな、すごいな、うん、これんど、これ何年のやつよ、これ、いい感じに踏んでて、いい感じに踏んどるみたいな。え、書いてないわ。5月6月やな。なんでなんやろ。もう赤ちゃんの体重計がある。動くもんな、これ。ああ、すごいな。ああ、動くと。最悪。後で手洗わな。手洗わな。すごいな。これ電気毛布？どうだった？なんだろう。うん。これ何なの？ちょっと分かんない。鍋もあるし、うん、ストーブもあるし、机もあるの。じゃあ戻りましょう、次に行きましょう。なんかポツンとなんかあるけど、これ灰皿ちゃうん？あ、ほんまや。な、多分それで。何やろこれ、タンスって言うの？タンスかな。小物入れ、小物入れ、小物入れ、こんなんか分からん。また警報器、トラウマ。トラウマやもん、誤作動な、誤作動のトラウマやあるからな。まあ怖かったからな、あれ変わらず、変わらずじゃな。これは患者の部屋なんかな、ぽいよな、うん、入院もあったって感じ。あ、2階がそうちゃんかもしれへんな。ちょっと、こっちやった。布団、やっぱめっちゃ綺麗この布団、めっちゃ綺麗だけど、うん、綺麗。なんでこれ使えんだ、これな。下はちょっと使えるけど、上いける、上のやつ使えるわこれ、うん、ベリーガイズ。あ、ブレーカー、まあ、まあ動いてへんよな、うん、当たり前か。部外者たちに禁止、はい、入ります。あ、オッケー、行くもあれ、あ、ごめんなさい、ここにおる、うん、ま、この人はせんと思う。覚えたら多分私が暴れると思う、うん、暴れこれ何なのかな、洗濯機やろ多分な。雲がおね、ここにちょっと嫌やね。ちょっと戻ります。こっちから一回めっちゃピンとこやけど、よし、あ、ちょっとここまた消します。はい、一階に帰ってきました。ランタン可愛いな。ほんま安心感ある、まあ、癒しや、癒しや。あれか、どうやった？なんかめっちゃ綺麗やなと思った。綺麗やんな、状態がいいな。うん、あ、新聞ある、新聞がある。ラケットもあるし、なあ、ラケットあるの、うん、ラケット
昭和57年。うん、82年や。あ、8月。すごいな。すごいな。でもほんま晩は怖いね、結構。うん、雰囲気あるな。昼はめっちゃいい時になるな。お昼行きたい。うん。まあちょっと時間的な問題だな。うん、無理やったけど。うん、でも来れてよかった。首の石くん人形。怖い人形。おばあちゃん。人形やな。陶器。うん。はい。じゃあ、今回この辺で終わりにしましょう。はい。ご視聴ありがとうございました。ありがとう。